さあ始まりました、田辺の和室。始まりました。こんにちは。はい、和室の和室の和室の提灯になりたい田辺です。皆さんの宝くじの3000円の当たりくじになりたい坂よりです。ああ、それいいな。和室の提灯やだ。和室の提灯、田辺さんの部屋は提灯飾ってんの？いや、提灯はないんだけど、うん、なんか、ちょっとさ、ライブグッズ、ああ、買ったらさ、ニュースになったでしょ。うん。うん、でも、それ、提灯じゃなくて、なんか、ランタンみたいな、なんていうのあれ。アンドン？アンドンとかかな。うん、なんかそれの名前が出てこなくて提灯ってなったんだけど、うんうん、でもうちのばあさん家には提灯いっぱいあったなと思って。え、な、吊るしてあるってこと？うん、なんかよく浅草とか行ったら提灯を売ってたじゃん。あ、売ってたね。で、旅行行くたんびに提灯ばあさんがさ飾ってたよ。あ、提灯とかなんかペナントとか昔は売ってたよね。そう。そうそう。今はあんまないね。今はないよね。今のは何なんだろう。ないのかな、今そのお土産のって食べ物とかになっちゃうのかな。確かに。あんまないよね、その、提灯みたいな、記念に OK のやつって。ない。なんか。マグネットとか。マグネット買ったことある？マグネットって。ある、まあ、あるか。ある。なんか、日本より海外の方が多くない？マグネットって。海外のマグネット、私、ハワイとかグアムとか書いてあるやつか。そうよね。私もなんか結構、持ってるマグネット買ってた。ああ、でもちょうど大きさ的にもちょうどいいもんね。ああ。でも、マグネット、あ、でもなんかさ、まあ、日本限定かもしれないけどさ、100ショップ、うん、ダイソーとかって結構海外の人のさ、お土産用にさ、うん、食品サンプルみたいのとかさ、売ってない？確かに。日本っぽいやつ。確かに。ある。なんだろう。あ、いや、でも、ああいうのかな。うん、お土産、それ海外の人が日本に来た時とか。確かに。あんま、旅行、まあ、最近行ってないけど、旅行先で、あれでもあれって自分へのお土産か。うん。ある？田辺さん、自分へのお土産。は、お菓子。やっぱ食べ物になるよね。お菓子とかラーメンとかじゃない。ああ。ラーメン、ご当地の。そう。なんかでも昔ほど人に土産を買わなくなった気もするな。ああ、とかそんなこと。まあでも今は仕事でね、うん、地方に行くことがあるから、もう飛行機乗る時間もカツカツでさ。ああ、お土産見る時間もそんな。そう、ないじゃないから買わないだけなのかもしれないけど、うん、うん、そうだ。シンガポール行った時、わけわかんないクッキーたくさん買ったもん。なんか誰か配り漏れがあったらどうしようっていうのがあって。ああ。なんかしかも、そうね。めっちゃ高いクッキーと焦って、なんか5個で1000円ぐらいのクッキーとか。ああ。なんか、あるよ。なんかさ、お土産って心配になってちょい多めに買っちゃうよね。そう。そうなのよ。うん、で、その買いすぎてさ、うん、買いすぎた結果、今でもシンガポールの石鹸まだあるんだけど。石鹸も買ってたの。うん。なんかさ、ちびまる子ちゃんであったよね。ほら。ああ、7巻ね。7巻ぐらい。あれの影響を受けてんのかな、私たちって。なんか、お土産をさ、買い忘れると大変な目に遭うって。そうそうそう。そうだよ。あれの影響多分結構あるよ。そう。なんか、お土産、まるちゃんがさ、足りなくなってさ、そうそうね。
で、慌ててなんか、日本帰ってきてから、そうそうそう。適当な、あの、南の島っぽいお土産買いに行ったら、それに I love you って書いてあって、アマジーに、ね、英語読めないから、そのままあげちゃって大問題になるっていう。ああ、そう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 。なんか、あれ、人の噂ものやつ。うん。うん、あれ、マルコは四十九でさ、覚えてたけどさ。うん。なんか、それも、マルコから習った気がするもん。あ、違うって。マルちゃんから、いろいろ、あの、私もそう、マルちゃんから、あれこの話したっけ、シメサバとかもマルちゃんから習った。そうそうそう。あれね、カウンターでね。そうそうそう。そう、マルコからだよ。私もそれそう。うん、だからなんか、お土産ってちょっと、多めにっていうのあるよね。うん、ある。昔は、あれ、沖縄だとさ、星の砂だっけ？ああ！そういうのとかね。うん。いただいたことあるわ、星の砂。星の砂ってあってるよね。うん。なんか、うん、ちょっとマルコで話があれなんだけど、この間無限大ホール行った時にさ、うん、ちびまる子がやってたの、モニターでね。はるちゃんとあんりちゃんが見てる後ろ姿の写真を見た。そうそう。あの、たまちゃん大好きの回ね。泣ける。うん、あれ、そう。そう。あれ、みんな、あれ、大自然のロジャーさんとか、優しいのタイさんとか、コットンの志村さんもさ、見てたの一緒に。うん。なんか、めちゃくちゃいいねってなって。うん。あれ、私のさ、道徳の教科書さ、まる、たまちゃん大好き載ってたけど、田辺さんだった？ない。あ、じゃあ、やっぱ、あれかな、今の道徳の教科書載ってんのかな？私の時の道徳の教科書、たまちゃん大好き載ってたんだよね。すごい、ちびまる子ちゃんって教科書載るんだって思って。今すごい。うん。泣いた？いや、さすがにね、あれ、一人で見てるときは、みんなで見てるときは泣かないよ。まるちゃん、ほんと、急にさ、感動的な回が来るからさ。そう。ね。あれはよかった。でもほんと、この間、お年、うん、あの、年賀状じゃない話だっけ。書き出しもテレビでやってて最高だったよ。うん。なんか、笑っちゃう。うん。私さ、年賀状でさ、田辺さんに年賀状さ、うん、送ったじゃん。うん。私、あれ、文面ふざけてたからさ、うん、田辺さんのとこ突っ込むんじゃないかなって、うん。え？思ったのよ。うん。で、そしたら田辺さんが、うん。あの、酒寄さんさ、ってさ、年賀状のさ、写メを送ってきてくれたじゃん。うん。でそこにね、私がふざけてた部分が映ってて、うん、あ、さすが田辺さん、気づいてくれたんだ。うん、ちょっとふざけたと思ったら、うん。あの、この写真のみたらしちゃん、なんか格好つけてるねとか全然違うと思う。え？そんな、ふざけてた。うん、ふざけてた。文面ちょっと、あの、ちょっとだけなんだけど、文面よく読む意味わかんないこと書いてるから。え？うん。写真撮った？うん。え？田辺さんは。なんだっけ？年賀状。年賀状。でも誰もさ、突っ込んでくれなかったから、もしかして、そんなに、この日本語っておかしくないのって思っちゃった。あらら、ちょっと待ってよ。どこ？あ、これね。これね。あ、私もこれ、なんか私これいい文章だなって思ったよ。私これ、すごいいい言葉だなって思ったよ。おまんじゅうのような心でしょ。今年も丸いおまんじゅうのような心で。過ごしてくださいみたいなことです。いや、私これはいい、なんか、ああ、酒寄さんらしい文章だなと思ったよ。しかもね、あの、手書きじゃなくてちゃんと印刷してある文章だからね。うん。え、これ
あんたが考えたんじゃないの？いや、私は考えた。ああ、そうそうそう。おまんじゅうのところで。いや、それで私、自然にさ、受け入れてたんだけど。絶対どう考えてもさ、うん、変じゃん。私も皆さん、おまんじゅうのような心で過ごしましょう、みたいな。いや、なんか、いい言葉だなって勝手にさ、受け入れてたんだけど。あ、よかった。え、これみんなにも、みんなにもっていうかさ、他の人にも言われた？いや、誰も言ってこないから。うん。言われたのか、みんな年賀状ってそんなちゃんと読んでないのか。ちゃんと読んでるよ。読んでるの？じゃあみんなおまんじゅうのような心っていうのがスッと心に入ったってこと？そうそう。おのおののおまんじゅうのような、だから丸くてなんていうの、柔らかいみたいな感じで勝手に解釈してんじゃない？解釈してくれたのかな？あ、うん、私は私もおまんじゅうのような心で、よし。私、うん、みたいなおまんじゅうのような。みんなそうじゃない？そうなのかな？うん、そうだよ。よかった。いい言葉かな、おまんじゅうのような心。いや、いいよ。私もそれ使っていきたいよ。ぜひ使って、使って、うん。今年の目標はとか、うん、なんかまた来年、この一年どうでしたかって聞かれたら、おまんじゅうのような心で過ごしましたってちょっといつか言うわ。多分みんな誰も、えって引っかかんない、インタビューしてた人が、えってなんなかったってことは、みんなスッと入ってくる言葉ってこと。うん、どういうことですかって言われたらどうしよう。どういうことだよ、本当。おまんじゅうの心ってなんだって。書いてる私もよくわかんない。でも、うん。でも、ぶっちゃけて言うとさ、うん、ぶっちゃけなくてもいいんだけど、今年のお正月どうでした？今年のお正月はね、うん。過ごせた。まあ、今年はお正月を。まずはね、1月1日はヒットパレード出て。うん、見てた。うん、で、その後、うん、私は、もう、あれ、呪術廻戦、うんうん、見たくて。うん。まあ、本当は初日に見てるんだけど、ちょっともうどうしても見たくて。うん、うん。見て。うん。で、その後、雑煮をね、食べたいって、はるちゃんも言って。うん。で、はるちゃんが鶏肉とかネギとかを買ってくれて、お、私がだしを取って作ったよ。すごい美味しそうだった。はるちゃんがさ、動画送ってきてくれたけどさ、すごい上手だね、田辺さん。いや、私ね、上手なの。しかもちょっと危険を聞かしてさ、うん、なんかそのテレビ局でおせちもらったのよ、うん、今半のね、うん、そこにね椎茸と人参があったの、うん、でまああごだしでだしを取ったんだけど、うん、あら、うん、この今半の椎茸入れたらいいんじゃないかってさ、うん、思って、うん、入れてさ、うん、そしたら彩りも良くなって人参が入ったことによって、うんうん、で、まぁ、あ、ちょっと私、椎茸と人参もそんな好きな方じゃないから。うん、うん。私はしっかり取って、はるちゃんの皿に入れてね。これ自分で。椎茸と人参絶対美味しそうだけど。まあまあまあ、はるちゃん、あげて、うん。うん。で、1日はそんな感じだったね。で、うん、うん。かな？ 2 日には実家に帰ってね。ああ。元気だったおじいちゃん。あ、じいさん元気だったよ。じいさんに小遣いあげたのよ。あ、喜んだでしょ。え、チカが金をって、うん、俺に金をって言って、おー怖い怖いって言ってた。何が怖いんだか分かんないけど。まあでも今までの傾向で言うと、うん、お金じいさんから借りたとするよ、うん、でちょっと一旦返しとけば次も借りれるから。そうやって言ってきたのよ、私はね、うん、あ。じいさんに借りて、ほんの一部返しとけば、うん、また借りれるっていうの、あ、それがあったからさ。うん。じいさんに小遣い渡したから、また金借りられんじゃないかってびっくりしたんだ。そうか。また借りられると思ってたら怖いかもしれない。多分ね。う
うん。借りたらおもろいけどね、また。もう、おじいさんには。そうね。で、みうん、あっちのお母さんの家に行ったよ。うんうん、ああ。アンリのね、ばあちゃんとね、うん、仲良くなって。ああ、いいじゃん。うん。いいなぁ。で、アンリの家にさ、うん。アンリのお母さんの家に猫と犬がいる。うん。うん、かわいかったよ。ね、田辺さんね、動物さ、苦手だけど、うん、その子たちだけはかわいいって言ってたもんね。そう。最初ね、犬の方が最初吠えてた、やっぱり最初はね。おぉ。はぁって思ったけど。うん。慣れてきたら全然。で、まあ、どちらかというと犬と猫だったら犬派だったの、今までは。うん、うん。ただ、アンリのお母さんの猫ね、かわいいよ。ええー。で、私の足元に来てね、うん。足でね、私の足を包み込んできた。はっってなって。でも、なんか思うんだけどさ、私もね、最近、猫漫画のエッセイ漫画猫の、あんじゃん。うん。ね、猫パンチみたいな全部猫のやつ。あれ読むのがすごい好きなのよ。うん。あれなのかな？猫ってさ、年重ねるとどんどん良さが分かってくるのかな？そうかもしれない。なんか急にね、猫可愛いって思うようになった。そう、急にね。うん。まあ、猫とはね、ちょっと因縁のこともあるんだけどね。まあ、それはまた、機会にみたいな。うん。いろいろある。ね。その猫の話はちょっと私が今ね、あの、記者のように追いかけてるから。あ、記者そう、田辺さんに取材して、いつか皆さんにね、うん、ちゃんとしたレポートとしてお伝えした。でもじゃあいい一応あのお仕事もあったけど合間合間でいいお正月そうそう合間までねで合間でその楽屋でさ、うん、私大好きな駅伝も見れたしああ田辺さん絶対駅伝だよね正月といえば正月といったら駅伝だようん駅伝見ないとね始まんないのよ年がそうだから、そうなのよ。でも、駅伝が始まって、ああ、正月だと。で、駅伝終わりとともに、うん、ああ、正月が終わったってなる。うん、駅伝、あれ、田辺さんだっけ？駅伝の出てる人たちはいつまでも年上に見えるって。うん。今も見える？見える。年上だと思えるけど、まだ大学生なんだよ。びっくりだよね。私も、もう、もう、この走ってる人たちが大学生っていうことにびっくりする。ああ、すごい、うん。すごいよね。すごいよ。すごいよ。走れって言われたらどうする、田辺さん。いやだ。何をどこを走んない。山。あ、最悪。山なんて。唯一どこだったら走れるかってなったら、ハワイじゃない。うん、ハワイ走んの。うん。あ、でも、え、ホノルルマラソンとか。そう。いつかでも出てみたらいいじゃん。歩いていいの？歩いていいでしょ。絶対、歩いてる人も いるんじゃないの？その、プロのとかじゃなくてさ。一般の人が参加するマラソン大会とかだったら別に途中で歩いてもいいんじゃない？はい。ホノルルマラソンだったら出たいな。うん。なんか、一生に一度走ってみたらなんか、いい記念になりそうだよね。小学校の時、子供会のマラソン大会出ちゃってさ、うん、私、昔から嫌いなくせに出しゃばるところがあんのよ。で、自分で出たいって言ったの？そうだよ、最悪だよ、なんで？で、どうだって？ん？しかも、文化の日に。忘れもしない。どうだった？うん、ビリ。でも、ちゃんと走りを切ったんだ。うん。偉いよ、それ、うん。休みの日にわざわざさ、うん。
今思えば信じられないね。ほんとそうなんだよ。やりたくないのにさ、ついやるって言っちゃうの。ああ。なんでだろう。わかんない。本当にさ、だからすっぱりさ、嫌だって断られる人が本当羨ましい。ああ。でも、私はさ、逆に昔さ、嫌なのにさ、やっぱその子供会じゃないけどさ、そういうマラソン大会みたいな親にさ、エントリーするってやって嫌なのに嫌だって言えなくてさ、うん、当日さ、スタートって言ってさ、走り出した時に私、やっぱ嫌だってなって、リタイアするって一番最悪のパターンが。うわもう、最悪だよね。一番さ、うん、もうそこまでスタート切ったら走り切れよ。もう走った方がいいよ。もう。なんで？そう。だからもうその時の私に今だったら、いや、もう嫌でも走った方が後々楽だよって言いたい。うん、確かに。うん、めちゃくちゃ怒られた。怒るよね。うん。だってエントリー費みたいなのもあるよね、きっと。多分あったんじゃないかな、少しは。そう。怒られるよね。なんでスタートってなってから嫌だって言う。なぜここまで来たんだっていうね。よっぽど嫌だったのかな。多分その時にマックス嫌になったのかもしれない。うん。で、新しがそうだったらどうする？でももうなんか最初の方で嫌かどうか確認 したい、ん、ちゃんと聞いときたいよね。確かに。で、うん、ありね。そう、本当に走りたいかどうか確認をね、ものすごい厳重にするかも。うん、うん、確かに。あなた、ほん、田辺さんとかアンディちゃんも使うかもしれない。うん。言えないかもしれないけど、本当にあんた走りたいのって。うん。確かに。うん。難しいよね。ああ、確かに。私は、やりたくないのに、やりたいって、うん。言ってしまって後悔したっていうのも伝えて。私を、お母さんはスタートを切ってから、やっぱり嫌だって言って途中でやめてめちゃくちゃ怒られるやつ。いや、絶対ギリでも走った田辺さんのは立派だよっていうのはもう偉いよ。いやよ、本当はね、うん、途中でやめたかった何度も。でもちゃんと走り切ったんでしょ。うん、本当しんどいよあれ。うん、なんだろうね、そのでもさ、なんだ、田辺さんって結構さ、変なとこで頑張るよね、ちゃんと。いや、そうなのよ、本当に。うん。よかったよ、あれ。なんででも頑張り屋に見えないんだろうって話を昨日もちょっとしたよね。うん。なんで？うん。なんかね、田辺さんって影の努力感とかが全く出ないよね。うん。まあ、やってないってのもあるんだけどね。田辺さんっていうのが強いんだよねって。うん。いや、でも、かっこいいじゃん。常に、努力してない部分しか見せない私って。努力してない部分だって嫌なんだけど、本当にそんな。確かに嫌だわ。なんか、ぐうたら、それ、ぐうたらしてるとこしか見せてないみたいな言い方し。でも努力してるかって言われたらしてないっちゃしてない。ああ、田辺さんだから努力を努力と思わないんじゃない？いや本当にしてないよ。もう本当に今まで人生で頑張ったところは本当に高校1年生の時の数学の授業と、うん、あれこれ言ったことあったっけ、あの教科書をさ、うん、高校1年生の時男女めちゃくちゃ仲悪くて、悪かったわけじゃないの。うん。もうクラスが半分に分かれてて、うん。右半分女子の席、左半分男子の席って感じだったの。普通ってなんか男女隣同士とか
じゃないの。お、うん、もうずっと女子は女子、男子は男子でなぜか固まってて。え、学校の方針？いや、なんかそのクラスだけ。そう、それで、うん。でも、ずっとそれだったの。うんうん。だけど、後半になって、急に男女入れ混ぜの席になったのね。うんうん。で、そしたら今まで仲良かった子たちと離れて、うん。ね。で、周り、ちょっと怖い男の子だったの、隣がね。うん。で、私、教科書なくしちゃってさ。うん。あら。だから、授業中、マジで何やってるか全然わかんないの。あ、教科書ないから。そうで、高校1年生なんて他のクラスにも友達もいないじゃん。うん。だからもう、え、終わったってなって。で、中間もうそのまんま挑んだの。マジバカなんだって。わい、怖い。そしたら、あの、18点取っちゃって。うん。逆によく18点取れたね。教科書なしで。取ったんだよって思うんだけど。うん。マジすごくない？教科書ない状態で18点。逆にすごい、その18点。私もこれにはびっくりしてるんだけど。うん。数一ね。うん。数一18点でさ。でも、うん、あ、教科書買わなきゃと思って。早く買えばよかったんだけど。買い直したの？買い直して。うん。で、そっからもう、次の中間が18点だから、期末、もう、うん、取らないと私、留年すると思って。高校生だもん。やばいってなって。うん。で、もう、ずっと、うん。数一の勉強してさ。うん。90何点だったかな。え、すごい。92とかその辺じゃない。頭いいじゃん。うん、あの、なぜなら他の教科を全て捨てたの。あの、本当に、うん、さ、うん、もう、極端なのよ、本当に。うん、あの、今までもずっと英語の勉強しかしてこなくて、他を捨ててたから、英語だけは、本当、うん、もう85以下とか、もう多分そこら辺は取ったことないぐらい、中高ね。うん。もう他はもう10何点とか20何点とか。うん。それを入れ替えただけ。でも逆にさ、あの、それを数学って、だけ18点だったのがさ、数学だけ90何点で、他のが全部10何点だったら、ま、意味がなくない？うん、そうだよ。あ、でもね、あ、10何点はちょっといいですよ。他の教科に40何点とか。ああ、じゃあ。うん、40、ギリギリね。でも本気出せば90何点取れるってことじゃん。私、本気出せばね、取れんのよ。うん。本当まで取れなかったな、本気出してないだけ。でも、たつえでさ、数学とかさ、90何点取ってさ、うん、あ、じゃあ、これから頑張ろうとかはなんないの？次はまたやっぱ英語だけ勉強し始めて。あ、まあ、英語は好きだから、やっぱ。あ、でも、それじゃ極端だな。いや、そうだよ。本当にね、極端だったよ。本当に、もう、英語以外全部40点ぐらいしか取ってない。もう、ダメだ、もう間に合わないから、この教科だけ捨てようとかはあるけど、数学以外全捨てとか、英語以外全捨てって。そう。ほんとそうだった。でも、やればできるんだろうね。私はね、あの、うん、やってないだけ。あ、私は本気を出してないだけだ。そう。でもさ、だからみんな頭いい人って全部に本気ってことでしょ。すごくない？バランスよくの勉強の仕方がマジでわかんないんだけど。あとなんかさ、頭いい人とかでさ、なんか中学レベルの勉強だったら別に、なんか勉強しなくてもみたいなこと言う人もいるじゃん。うん。もう意味がわかんないんだけど。ないんだけど。私もう、あれだよ、時速の問題で終わってるからさ。ああ、無理、そんなの。無理だよ。いや、でも私は、頭良くないけど、ビビりだから、全教科、全部均等にやってたよ。偉いね。均等にやれる人が本当に偉い。うん。だって怖いんだもん。捨てるのは。いや、本当よね。
本当。だから私逆に40何点とかさ、うん、それもなんかできんじゃないかと思うよ。やってないのに。やってないのに40何点だし、教科書ないのに18点取れてんだから。から天才かもしれない。そう、私やればね、頭いいんだと思う。うん。だって教科書なかったら普通0点だもん。そう。ああ、面白い。まさか天才ってなんて。そうだよ。私、頭いいんだよ、本当は。やってないだけ。じゃあちょっと、ね、皆さんも田辺さんに勉強を教えてもらいたかったら。いや、ほんと、また、うん、バランスよくいろいろ勉強してください。ダメ？数学だけとかね。うん、よくない。うん。それはもう田辺さんにしかできないって。そう。ほんとに。ね、やっぱ、良い。それでは、さよなら。あらー。